どうも皆さんおはようございます。本日も何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで今日なんですが、ステューシーのエアフォースワンの並びに渋谷に来ております。ちなみに現在の時刻は8時10分過ぎというような感じです。で、今日は以前にもエアフォースワンのローが出ていましたが、今回はミッドということで、こちらも楽しみにしていた一足です。で、ちなみに今日原宿に行くか渋谷に行くか、結構迷ったんですが、もう一応スニーカーの聖地みたいな感じの印象もある原宿の方が、どちらかというときついのかなと思って、とりあえず渋谷に来てみました。んですが、すでにツイッターとか見てると、どちらもかなり人が集まっていて、並びは相当厳しい感じになりそうな気がしております。はい、ということでステューシー渋谷の近辺に到着したんですが、すでにめちゃくちゃ人が並んでます。今この列がステューシーなのかっていうのを並ばれてる方に聞いたんですが、そうだというような感じでした。で、店舗の周りを何周もしてるというような話を見たんですが、もう今外周の方にも人が結構溢れてきてて、シュプの並びとかもありそうなので、ちょっとぐちゃぐちゃになっているような感じがしますね。で、こうなるともう最後尾がどこなのかっていうのがちょっとよくわからないような感じなんですが、とりあえず今人の流れの方についていってみようかなというような感じです。どうやらステューシーの店舗の方に行ってるような感じがするんですが、最後尾どこにあるんですかね。ちょっと追いかけていきたいと思います。はい、ということで最後尾を追いかけてきたんですが、最後尾がなくなりまして、ちょっと今結構人が行ったり来たりというような状況になっています。はい、今9時ちょっと前ですが、まだまだ人がめちゃくちゃ最後尾を探して歩いております。今結構ギリギリの時間ではあるんですが、ガンガン人は増えていってそうな感じです。で、今日のスニーカーなんですが、今日雨ということで ACG のテラゴービーを履いてきております。で、一応この後アトモスで AG1 の抽選もあるんですが、これどっちみち間に合わないだろうなと思ってドレコ持ってたんですが、履いてきておりません。はい、ということで一応最後尾というか、整列のところにたどり着くことができました。で、スタッフの方ももう大混乱というような感じでして、最後尾の場所を把握できてなくて、列もいくつもできているというような状況になってしまったっぽいです。で、多分なんですが、自分が並んだ時間よりもかなり後ろに回されたんじゃないかなというような感じがしております。いや、それにしても久々にもうめちゃくちゃな並びに来たような感じがしております。個人的にはこんな感じだったら、正直前までのウェブ抽選みたいな形の方が良かったかなと思ってます。あとはもしくはステューシーのアイテム着用とか、ナイキとステューシーのコラボアイテム着用とか、多少なりともドレスコードとか何かしらの縛りをかけた方が良かったんじゃないかなと思います。いや、こんなこと言うとちょっとあれかなというところで、偏見だったら申し訳ないんですが、正直ステューシーにもスニーカーにも全く興味がないんじゃないかなというような集団の方が結構な頻度で見かけるというような感じになっていまして、で、そういう人たちって結局こういう抽選にしか来ないと思うので、ブランド側からしても今後の見込み顧客みたいな形にはならないでしょうし、あとは本当に欲しいと思っているファンの方からしても迷惑かなというところもあって、多少なりとも何かしらの縛りをかけた方が、ユーザー側もブランド側もウィンウィンなんじゃないかなと思っております。で、あと今日はAG1 のステージヘイズもリリースということもありまして、そちらも挑戦しようかなと思っています。まもなく9時になりそうなので、スニーカーズにもチャレンジをしながら待機しておこうかなと思います。はい、ということで9時になりましたので、スニーカーズチャレンジしていこうと思います。で、この AG1、相当ドンズバ系のカラーで人気もあるんじゃないかなと思ってたんですが、どうやらそこまでではないというか、数が結構ありそうというような感じなのかなというところもあって、スニーカーズだけでも買えるんじゃないかなという気がしています。で、本当に一時期はもっと AG1 の人気も高かったような気がしてるんですが、最近やっぱり AG1 もよほどのカラーじゃないと、ほとんどリストックとかで買えるようにもなりましたね。個人的には選んで買えるというのは嬉しいことなので、全然ありがたいんですが、ちょっと AG1 人気自体は下がってきたのかなというような印象です。ということで、このまま AG1 の結果も待っていきたいと思います。はい、で、今20分ぐらいですかね、経ったんですが、ずっとこの保留中のままになっております。いや、もうこの保留中が長い時のパターンは変えてないんだろうなというのもあって、ちょっと画面収録しながらだときつくなってきたので、この後結果を載せておこうかなと思います。はい、ということで AG1 ですが、変えませんでした。
まあとはいえ、まあまあ正直リストックかなりの確率で来るんじゃないかなと思うので、後で買えたら買っておこうかなと思います。でエアフォースさんの方に話を戻しますと、まあ、今日一応フォッシルとブラック、あとは白黒の3種類のリリースがありまして、で、まあ、フォッシルに関しては前回のあのローをそのままミッドにしたみたいな感じのものですかね。で白黒はまあ本当パンダという名前で呼ばれそうなシンプルな感じです。で黒に関しては前に出たあのローとは違って、まあレザーベースになっていて、数種がまあスネークっぽい感じですかね、になっているような感じかなと思います。で個人的な優先順位としてはフォッシルが一番かなというところで、まあほとんど差がなくてパンダで、次いで黒かなというような順番で欲しいと思っております。でまあ黒についてはまあ実物見てから決めたいかなというような感じです。まああのフォッシルが一番という理由は、やっぱりここ最近のステューシーとナイキのコラボだと、まあ結構メインカラーな感じかなというところもあって、ステューシーのならでは感みたいなところも強くていいんじゃないかなというところですかね。はい、ということで今なんですが10時を過ぎてまして、オンラインの方もリリースがあったんですが、そっちの状況を画面に撮っておくことを忘れておりました。で結果だけお伝えしておくと、何も変えておりません。あのフォッシルを狙ってあの棒のところに阻まれつつ、5分ぐらい経ったタイミングであの決済まではたどり着いたんですが、最後の支払い完了のところで在庫切れになってしまいまして、でその後白黒の方も見てみたんですが、そちらすでに完売というような感じになっておりました。で黒はまだ買えそうな雰囲気ではあったんですが、まあ、黒については実物見てから決めたいなと思っていたので、まあ、そちら挑戦もせずに終了というような形になっております。ということで、まあ、この後最後の店頭抽選にかけていきたいと思います。はい、ただいま11時過ぎになりまして、ようやく店舗の方にたどり着けました。どうやら500番までが当たり番号ということで、あの3000人の抽選番号を振ってるということもあって、まあ、実際は2000数百人ぐらいですかね。まあ、そうなると確率は約6分の1ということで、なんとかたどり着けそうな気もする感じですが、どうなるでしょうか。はい、ということで惜しくも敗退です。いやー、まあこんな微妙な番号を引くんだったら、もうだったら2900番とか潔い番号を引きたかったなというような感じもしておりますが、まあまた並び負けということで、いやー最近ほんと引きがダメですね。でちなみに抽選はまだまだ続いておりまして、外周部分に並びはこんな感じで続いております。いやーで今日本当はこの後スニーカーショップとか巡ろうかなと思ってたんですが、さすがにちょっと疲れてきたので今日は帰ろうかなと思います。はい、ということで本日はステューシーのエアフォースワンの並びに挑戦しまして、無事に購入することはできませんでした。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。